皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今日はですね、実は収録が1日ずれているんですけども、実は日曜日でしてですね、朝本番に行ってきました。その時に、まあ、日曜日なんですけども、私の前をね、階段なんだけど、下り階段なんだけど、参考書かな、なんかの上に赤い下敷きですね、見えなくなるやつですね、はい、あれをこう当てながら、こう一生懸命こう見ながらね、歩いてる女の子がいました。うん、日曜日だけど、多分小学生さんなんだけど、お受験なのかなで、まあね、今の時期ちょうどそうですよね、受験のシーズンなんですよね。で、志望校が後ろの方って多分多いと思うんですよね。で、いろいろお話聞いてると、まあ当たり前なんだけども、こう受験をするために、本命は後ろなんだけど、それまでにいくつか受けておく、まあ、滑り止めですね。で、滑り止め以外にも、ひょっとしたらお家が近い遠いとか、いろんな条件の中で、まだ迷ってらして受けてらっしゃるところもあると思うんですけど、で、まあきっとね、後ろの方であんだけ必死になるってことは、絶対通りたいと思ってるんだろうなと思って、そして横にね、お父さんがね、ついてらっしゃって階段落ちないか私心配しながらこう見てたんですけども、お父さんもちゃんとね、横で見てて、で、あ、これから電車に乗っていくんだろうなと思いながら、私も後ろから歩いていって、多分同じ電車に乗ったんだと思うんですけどね、うん、頑張ってくれるといいね。そして春ににっこりとね、こう笑えるような、うん、嬉しい通知がいただけてるといいのにななんて思っていました。私の方はちょっとその後本番行かせていただいて、で、本番終わった後にですね、これまたね、ちょっと嬉しかったことなんですけども、ややこしいな、ご依頼いただいた方の、はい、ご親族の方ですねから、素晴らしかったということで、お演奏終わった後にね、はい、お声をかけていただきまして、すごく嬉しくてやったと思いましたそういうふうな、私たちにとっては、うん、なんか嬉しい一言っていうのはね、多分いつまでも覚えてる、うん、そして心の中に積み重なっていって、ある意味、まあ、お仕事なので言ったら、こう多分ギャランティーっていうか、演奏料というものが発生はするんですけども、それ以上に嬉しい一言だったりなんかします。この一言のために頑張ってるんだなみたいな思うことがあるので、終わってよかった時はね、よかったよって、もし声かけていただけるならば、すっごく嬉しいことなので、ありがとうございます。で、逆にね、良くなかった時は、うん、かけにくいかもしれないんですけどね、言っていただいても全然大丈夫です。それは次への、ね、参考にしたいなと思いますし、世の中ね、いろんな方がいらっしゃるので、やっぱりお好きであるもの、お好きでないもの、その人の癖とかっていうのも受け入れがたいものとかがあるかなと思ったりなんかします。で、そんな中でね、日本人はあんまりこうはっきりと物を言わない文化の中で育ってきている方が多いので、今はね、割とはっきりと主張される方は増えてきたんですけど、やっぱりヨーロッパとかで演奏させていただいた時には、いいものはいい、悪いものは悪いと、はっきりと、まあなんかね、面白かったのがね、先生と言った演奏会なんですけども、イタリア人はつまらなかったら帰るからとで、その、さぞ脅かされてたんですけど、演奏が終わってみたら、最後までね、聞いてくださって、立ち上がって、まあブラバーとか言ってくださるっていうことは、多分つまらなくなかったんだろうと思いたいと思います。で、まあ実際には本当に、なんか自分がお客さんで行ってる演奏会でも、ヨーロッパの方たちはね、本当に反応がはっきりしてて、これつまんないじゃんっていう時は、拍手しない人っていらっしゃるんですよね。おーと思って、まあ、日本もいるっちゃいるか。だけど、やっぱりなかなかね、大っぴらにはしないのかな。だけど、ヨーロッパの方は、よかったらよかったですごくブラッボって言って、立ち上がって本当によかったって言ってくださるし、終わった後もね、私ニューヨークの時もそうだったんですけど、終わった後に、こう、いろんな方にこう、腕掴まれて、すごくよかったっていうことをこう言ってくださる、アメージングとかね、もうものすごくこう、嬉しい言葉を、私でもわかる言葉で言ってくださるっていうのは、
すごくね支えになったりなんかします。で、当たり前だけど皆さんがもっと喜んでくださる演奏をしたいなと思うので、もっと上にもっと上にと思いながら、多分世の中の音楽家はね頑張っているんですが、しかしなかなかこの状況なので、はい、いろいろとね大変なことは多いんですけどもね。はい、ということで、昨日もねお知らせさせていただきましたが、後ろのチラシ3月26日の方、昭和の歌はね、一応予定通り開催です。マンボウで流れてしまったねコンサートもねたくさんあるんですけども、今回の3月26日は、はい、バノーブチ一応開催予定ですので、皆様と会場でお会いできるのをお待ちしております。それでは皆様、またね。